エルロットは、アメリカ海軍のミサイルフリーゲート。オリバー・ハザード・ペリー級、ミサイルフリーゲートの45番艦。艦名は、ウェイク島の戦いで戦死し、名誉勲章を受章したパイロットのヘンリー・ティ・エルロット、海兵隊少佐にちなむ。エルロットは、メイン州バスのバス鉄工所で1983年11月21日に、寄港する。 1984年5月12日に浸水し、1985年5月18日に、リチャード・ダブリュー・ムーは艦長の指揮下収益した。最初の母港は、サウスカロライナ州チャールストンに設定され、その後1995年3月に、バージニア州ノーフォークに変更された。エルロットは、ペルシャ湾に5回、地中海に3回、アラビア海に1回の配備を完了し、大西洋、 地中海、国海及びカリブ海での数多くの作戦に参加した。エルロットは3度目のペルシャ湾配備ではデザートストーム作戦に続いて航空及び地上、攻撃支援を行った。エルロットはデザートストーム作戦及びデザートシールド作戦の間に湾岸協力会議諸国との共同演習を行い関係を強化した。その後、エルロットは NATO の北極海における対戦演習チームワーク92及び国連によるバルカン半島への武器禁輸制裁作戦のシャープガード作戦に参加した。またエンデュアリングフリーダム作戦においてはエルロットを地中海常設海軍部隊と大西洋常設海軍部隊に派遣することでアメリカは NATO に対するその献身を示した。2004年にはテロとの戦いの一環である。 アクティブエンデバー作戦の支援にあたる。同年、アテネオリンピックの開催に伴いディスティングイッシュドゲームズ作戦としてギリシア近海で警戒体制を取った。2008年、2010年、2012年にも作戦に従事した。特に2012年のカリブ海での行動では記録的な量の違法麻薬を応酬した。2014年、エルロットは 最後の任務に当たるため地中海に赴いた。無人偵察機 MQ-8 ファイアスカウトと共同で海上安全活動に従事した。再びアクティブエンデバー作戦に参加して中央地中海をパトロールし、商船モーニンググローリー号の護衛や教襲揚陸艦パターンの難民救助の支援に当たった。2014年12月4日、アメリカ上院は エルロットを含む4隻のオリバー・ハザード・ペリー級を台湾へ売却する内容を含む法案を可決した。エルロットは2015年1月30日にバージニア州ノーフォーク海軍基地で退役された。現在は台湾海軍への売却を待つ状態である。ありがとうございます。